はようございます、こばです。いよいよ999回目です。あと1回で1000回ですね。1000という数字はすごい数字ですよね。自分でも驚いてるんですけども、皆さん見ていただいてありがとうございます。そしてチャンネル登録もありがとうございます。これからもですね、1000回また新たな発信として初心に戻って、取り組みたいと思います。今回ですね、ラミー2000ですね、もう一度じっくり味わいたいと思います。ラミー2000、非常に憧れてる方が多いですよね。本当に素敵なプロダクトですね。私もデザインの仕事をしていますので、このような非常に綺麗なものと触れ合うとこっちがいいですよね。実に素晴らしい。この無口なフォルムがいいですね。独特のペン先は本当に美しいですよね。この小さなペン先というのはですね、非常に文字を書くにしてもスケッチするにしてもちょうどいいんですよね。他にはないフォルムかと思います。こちらにインクの残量が分かるようなんですね。そしてこの万年筆はキャップが充実感がありますね。ちょうど手に乗せるとこういうキャップをしてもですね、ちょうどいい長さの中央に私が大好きな指が来て、そしてかけるという感じですので、長さもですねいいんですよね。万年筆によってはこのキャップをつけると少し長すぎて重心が後ろになってしまったりするのがあるんですけども、この重量バランス、そして全体の長さ、よく考えられていると思いますね。そしてこの綺麗なシルエット、樽型形状がちょうどいい光が円光を映し出しますね。お見事です。まずはちょっと、インクをですね、入れてみたいと思います。インクはおなじみのタッチやダイダイ色ですね。どのメーカーもですね、いろいろ考えられて作られてますので、私は大好きなんですよね。どうですか、かわいい形状ですね。美しい。まずは中に入っているのを全部出したい。で首根っこまでつけて吸い上げます。
今回もこちらダイソーのスケッチブック200円ですね。今回ですね、コメント欄で、違う動画ですけども、長田博さんという、詩人の方がいらっしゃって、その方の私はちょっと知らなかったので、検索して調べました。その中の、一節を書いてみたいと思います。こういう今まで知らなかった詩からですね、やはりこの美しいとという言葉がですね、非常に心を和ませてくれます。もう少し書いてみますね。Thank you。
当に素敵な言葉ですね。こういった詩の世界というのは本当にペンでいうと万年筆が非常に合うかなと思いますね。でペンを休めるときにめでるというのも大事かなと思います。今回ですね、ゆっくりと新たな世界を知るという上で詩人の細田博さんを書き留めました。こうして全く今まで知らなかった世界ですけども、じっくりと味わうというのが大切かなとは思う時間でしたね。はい、いかがでしょうか。このラミー2000のですね、独特なフォルム、そしてペン先、そしてあの書き味をですね、本当に心地よい時間をいただきますね。皆さんもぜひ店頭で扱ってほしいですね。これからもですね、コメント欄から、要望を受けたものをですね、できる限り、やっていきたいと思いますので、ぜひコメント欄に、よろしくお願いします。いよいよ次は1000回ですね。楽しみですね。もしこの動画が楽しいとはいいのかな、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。